このマジックではコップと新聞紙を使います。コップは逆さまにしてテーブルの上に置いておきます。そしてこの上に新聞紙をかぶせます。そして新聞紙をコップに寄せてコップの形を作ります。コップの形を作ります。そしてこのコップをテーブルに叩きつけると当然音がするわけです。コップでテーブルを叩いた音がします。そして今度は少し新聞紙を持ち上げた時に左手でコップを取っちゃいます。左手でコップを取ってもまだ新聞紙はのコップの形は残ってます。ここに左手でコップを取りましたが新聞紙にはコップの形が残っています。でこの状態でまたテーブルを新聞紙でテーブルを叩きます。この時にこの左手に握っていたコップもこのテーブルで叩くわけです。お客さんはこの時はこうなってますけども、お客さんはこの新聞紙の中に入っているコップの音だと思うわけです。で何回かこういうという音を立てましたら左手のコップを膝の上に隠します。そして左手を出してでここでパチャってやると、そうするとコップが消えたように見えるわけです。以上です。ぜひチャレンジしてみてください。